皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、大人気クレンジング比較ということでやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。クレンジングっていうといくつか種類があるんですけれども、それについて調べたことをお話ししたいと思います。まずですね、クレンジングはこんな感じのタイプに分かれてます。オイルクレンジング、バームクレンジング、ジェルクレンジング、ミルククレンジング、クリームクレンジング。厳密に言うともっとリキッドのクレンジングだったりとか、まあ、シートタイプのクレンジングもあるかなと思います。で、クレンジングっていうものがどういう仕組みでメイクを落としているかっていうと、イメージしていただくと分かる通り、メイクは水では落ちないですよね。なので水ではなく油分で落とすことになります。ただ今度は油分でメイクを落としても水で洗い流そうとした時に落ちないですよね。洗い物する時も油がついた手って水だけじゃ流れないですよね。なのでメイクを浮かせた油分を落とすために界面活性剤というものが含まれています。これが前提です。で、その上で先ほどのクレンジングの種類の話になるんですが、まずクレンジングオイル、これはメイクを落とすための油分が多く配合されています。で、その分界面活性剤もたくさん配合されているものが多く、一般的にはメイクを落とす力、洗浄力は高いけど、その分ちょっと乾燥しやすいっていう風に言われています。その次、バームクレンジング、こちらもオイルのように基本的に油分でできているので洗浄力は高いです。ただまあ肌に対しての摩擦が起きにくかったりっていう点では少し違うところになります。でもほとんどオイルと近いようなものが豊富です。ジェルクレンジング、これはちょっといろいろあるので、この後実際に使う前にお話しします。まあ一般的にオイルクレンジングほど洗浄力が高いものは少ないと言われてます。で、クリームクレンジング、こちらはですね、油分と水分と界面活性剤全体的にバランスよく配合されています。なのでメイク落ちもそこそこいいんだけれども、そんなにまあ落としすぎないようなマイルドな洗浄力のものも多いです。皆さんも結構クリームクレンジングが乾燥しにくいってイメージがあるんじゃないかなと思います。で、ミルククレンジング、これはですね、クリームよりもさらに水分が多く含まれています。なので逆に言うと油分が少ないので洗浄力はマイルドなものが多いです。はい、というのが全体なんですが、今言ったのはあくまでもそれぞれのジャンルでざっくりした特性になるので、もちろんものによって全然変わってきます。で、過去にですね、オイルクレンジングとバームのクレンジングはそれだけでかなりの種類を比較した動画があるので、よかったら概要欄から見てみてください。今回はジェルクレンジング、クリームクレンジング、ミルククレンジング、この3つのジャンルで人気なものを一気に使っていきたいと思います。はい、ではちょっと前置きが長くなってしまったんですけれども、ここから実際にレビューをしていきます。はい、それでは今日はこちら、ミノンアミノモイストモイストミルキークレンジング使っていきます。スペック的にはダブル洗顔は必要で、濡れた手では使えない。で、おそらくまつエクもダメかなっていうちょっと非公式情報なんですけど、ご覧いただくとですね、こちらはクリームっていうよりもはやミルクが近いくらい、かなりゆるっとした液体になっています。香りはほぼついてないです。で、成分的にも上の方に鉱物油系のオイルが来ているので、洗浄力は結構しっかりあるのかなっていうものになってます。他のミルク系のクレンジングとかと比べても若干ね、乾燥するかなっていう時がありましたね。ただやっぱりメイク落ちが比較的良くて、洗い上がりもクリーム特有の流れにくさみたいなのもなくて、結構スルッと落ちるんですよ。使用感はすごくいいです。はい、洗い上がりました。パッと見は結構落ちてる感じがありますよね。やっぱり結構ね、ちゃんと落とせるのか、本当に微妙に乾燥する感じがあります。洗顔もしてるからかなっていうのもありますが、ちょっとメイク落ちを見ていきます。こんな感じで落ちてますよね。特に残ってないです。なのでオイルほどがっつり落としたいわけではないんだけど、ある程度の洗浄力も欲しくて、使用感心地よくて手に入りやすい価格帯でって探してる方にはいいのかなと思います。はい、それでは今日はこれです。シェルクルールのナチュレポベーシッククリームです。これはダブル洗顔必要で、濡れた手では使えない。マツエクがちょっと情報がなかったです。すごく小さいんですけど、お試しサイズなので、これをね2本ぐらい今使っていて、香りは
少しだけお花の香りがします。これはですね、比較的本当にこってりしていて、クリーム感あふれるテクスチャーをしています。あんまりゆるさはないですね。テクスチャー的にもそうですし、洗い上がりがものすごいしっとりしてるんですよ。なので、さっぱりさは本当にないような感じなんですけど、ただ洗顔がね必要な商品になっているので、洗顔することによって結果的に乾燥もしないし、割とさっぱりもできるっていう、本当にちょうどいいなって思う商品でした。メイク落ちもスルッとは落ちないんですけど、問題ないくらいには全然落ちるかなと思ってます。ということで洗い上がったので、ちょっとやっぱりねしっとり感が残るような感じがありますね。落ち具合チェックをしていきます。こんな感じで、分かりにくいと思うんですけど、実はですね少しだけアイメイクがついてて、この辺がちょっとね影っぽいんだけど分かりにくいですね。ちょっとだけ残ってます。なので濃いメイクは先に落とした方がいいかなっていうのはあるんですけど、洗浄力がやっぱりそこまでね高くないのかなって思います。さっきのミノンとかと比べても、一応そのクレンジングクリームって同じくくりではあるんだけど、結構ね違うものって思えるくらいに、テクスチャーだったりとか、その洗い上がりの感覚だったりも違いがあるので、乾燥しやすいって方は個人的にはこのプレディアの方がおすすめかなと思います。はい、では今日はコスメデコルテのクレンジングクリーム、有名なやつなんですけれども使っていきます。ダブル洗顔は必要になっていて、乾いた手で使う。マツエクはですね非公式情報なんですけど、多分ダメなのかなと思ってます。これはジャータイプ、こんな感じでミルクっぽさはなく、シェルクルールみたいにしっかりクリームの材をしています。で、使用感としても、それこそシェルクルールみたいな感じで、かなりしっとりとしていて乾燥しにくいです。ちょっと全体に行き渡らせて馴染ませますね。あ、ちなみに香りは結構しっかりとフローラル系のちょっと甘めの香りがついてます。強いんですけど、香り自体は好きな香りです。いい匂いです。ちょっと絵面がすごいんですけど、真っ白だったのがちょっとこういう風にもろもろクリームが固まってきます。で、これが皮脂はあまり落としすぎずに表面の不要な汚れを取ってくれるみたいな、そんな効果もあるっていう風に聞きました。で、このような感じになってきたらちょっとね洗い流します。今洗い終わってこんな感じです。取れてるような気がしますが、洗顔に入る前、このクレンジングを流しただけの時はかなりクリーム自体が肌にとどまるというか、そんなにスルッと流れるような感じはしないです。悪く言うとちょっとこうヌルヌルしちゃうんですけど、洗顔をするので、結局ねちょうどいいかなっていう感じになります。さっぱりスルッと落としたいという方にはあまり向いてないです。で、成分的に見ても鉱物系のオイルが上の方には来てるんですけど、不思議とね乾燥はしないようなアイテムになってます。で、ちょっと落とした具合をチェックしていくと、結構ねメイク落ちは今日は意外としてます。ただこれまで使ってきた感じ、ものすごい落ちがいいかっていうと、そんなにすごい落ちるって感じではないですね。あとは感覚的なところで言うと、結構洗い上がりのお肌がふわっとする感じがするので、個人的にはめちゃくちゃ好きなんですけど、お値段がちょっと正直高すぎるっていうのもあるので、おすすめはね正直しにくいです。でも個人的にはすごく好きです。はい、それでは今日はこちらプレディアスパエメールファンゴダブルクレンズ使っていきます。ダブル洗顔は不要なんですけど、さっぱりとした洗い上がりがお好みの方は使ってくださいって書いてあります。濡れた手ではダメで、マツエクもダメかなと思うんですけど、ちょっと非公式情報です。クレイ配合のクレンジングなんですよね。香りは結構しっかりとついています。ちょっと化粧品っぽい感じなんだけど、コスデコとかより甘くなくって、お花系の香りです。で、色もですねちょっとびっくりする、こういう
本当に泥みたいな感じなんですけど、まあ、ミルクっぽさとかは本当になくてクリーム質感です。で、使用感としてもあのミノンみたいな感じでちょっと乳液系じゃなくってコスメデコルテとかの方が近い。洗い上がりもすごくねしっとりするタイプのクレンジングです。で、成分的にも一番上にミネラルオイルが来ていて、その鉱物油系のオイルなんですけど、そのあたりもコスデコと一緒なんですけど、まあ、ただ本当にその他の入ってるものが全く違うので、まあ、使用感が本当にちょっと似てるかなくらいです。あのこれやってやってる分には全然いいんですけど、ちょっと洗い流す時とかに目に染みる時がありました。はい、ということで洗い流しました。ダブル洗顔しないと人によってはちょっと皮膜感だったりとか塗るつきが気になるっていう方もいるかもしれません。メイク落ちをチェックします。こんな感じで少しやっぱり目元のメイクが残ってる感じはありますかね。マスカラとかしっかりなやつ使うとこんな感じです。洗顔をしなければやっぱり落としすぎてない感じがあるので結構ね乾燥は感じにくいです。で、今回はメイク結構残っちゃったんですけど、使っていく中ですっごい落ちが悪いっていう風にも思わないんですよね。あの落ちがいいとも思わないんですけど、他のとそんなに変わらないというか、個人的にはでもちょっとやっぱり皮膜っぽいのが気になるから洗顔をしたくなっちゃうんですけど、そうなるとやっぱり若干乾燥する時もあってってなると、シェルクルールとかの方が総合的に見て乾燥しにくさだったりとかは好きかなと思いました。でもまあクレイが入っているので、その点こう皮脂を落としたり毛穴の汚れを落としたりっていうのを求めてる方はいいのかなと思います。はい、それでは今日こちらパラドゥのスキンケアクレンジング使っていきます。こちらはですね、濡れた手や顔でも OK、 ダブル洗顔不要、マツエクでも使えるものになっています。セブンイレブンで売ってます。香りはですね、小さい頃に飲んだ飲む薬の匂いがします。個人的には一応公式的には爽やかな天然精油の香りです。使っていきますね。で、こういった感じでミルクタイプのクレンジングになっています。今まで使ってきた感じからするとですね、メイク落ちは比較的いいです。オイルほどやっぱりこうスルッとっていう感じじゃないんですけど、アイメイクもある程度は落ちるかなっていうところです。でも心配なら先に落としといた方が確実にしっかり落ちます。はい、洗い上がりました。ちょっと軽くオフをチェックしていきます。こんな感じで落ちているのではないでしょうか。で、実際に何日か使ってきた感覚としてもやっぱり落ちてると思います。で、それだけ落とす力が比較的ちゃんとあるのに乾燥しにくいっていうのがこのクレンジングのとってもいいところです。確かにこれよりもさらに乾燥しにくいものもあるんですけど、だいたいちょっとメイク残りしやすかったりっていう印象なので、本当にそのバランスがいいなと思います。ただコンディションによっては全く乾燥しないっていうわけではないのかなっていうのと、あとこれはコメントで知ったんですけど、あのカバーマークのクレンジングとすごく似てるっていう噂があって新しく実際使ってみた仕事だと出てくるんですけど、めちゃくちゃ似てます。香りとかまで似てます。個人的には今回のクレンジングの中でも落ちるのに乾燥しないってとこがすごく気に入っていて、結構ねおすすめのアイテムです。はい、それでは今日はこちらカバーマークのトリートメントクレンジングミルクを使っていきます。スペック的には濡れた手で使えるマツエク OK、 ダブル洗顔は必要なものになっています。1個前のこちらパラドゥのスキンケアクレンジング、これがこのカバーマークに似てるって言われてるんですね。どうして似てるって言われるかっていうと、成分で同じものが多いからっていうことなんですけど、確かに同じものがすごく多かったです。ただまあ同じものだからといって配合して
してる量だったりとか、何かこう作る過程での処方が違う可能性は全然あるので、イコール同じものではないんですけど、似てる可能性は確かにあるかなと思うし、結論私も両方使った結果似てるとは思いました。使用感も似てるし、香りがそっくりなんですよ。なんかほぼ違いわからないぐらい香りが似てます。強いて違うところとしては、そのダブル洗顔がこっちはいらないって言ってるのに、こっちはいるって言われてるところですかね。カバーマークもミルクなので、このような感じのテクスチャーになっています。クリームほど重たくはないですけど、全然リキッドとかとは違うような質感で、この触り心地とかも本当にパラドゥと似てます。ではちょっと使っていきます。なのでこのカバーマークに関しても結構メイク落ちはいいタイプのミルククレンジングです。ただその洗顔をするので、パラドゥよりも最終的にはちょっとね乾燥するなって思うことが多かったですかね。あのパラドゥもそうなんですけど、洗い流した後は比較的こうしっとり油分が残るわけではなくって、さっぱりしながらも乾燥しにくいなっていう感覚なので、すっごい潤うとかというわけではないですね。はい、今洗い流したんですが、こんな感じでだいぶメイクはさっぱり落ちてる感じしますよね。でやっぱりですね、洗顔をしているのでちょっとね乾燥するなっていう感じはありますね。メイク落ちチェックをしてみます。こんな感じでさっぱり落ちているし、まあ、実際数日使っていく中でも落ちてないなって思う日はなかったくらいです。まとめると、短期間の使用でこの2つに違いはあまりわからなくて、やっぱミルクの中では結構落ちるなっていうタイプのクレンジングです。長期間使ってもしかして違いが出てくる可能性はね全然あると思うんですけど、今の段階で言うのであれば同じような感覚なので、だとしたらとりあえずパラドゥの方が安いから、これ試してみて、よかったらこっちも使ってみるとか、もし肌に合わなかった時もちょっと失敗が少ないかなと思います。はい、それでは今日はカウブランドのメイク落としミルクを使っていきます。こちらはですね、ダブル洗顔不要、濡れた手でも使える、マツエクでも使えるっていう商品になってます。ダブル洗顔不要というか、ぬるつきが気になる方は洗顔をおすすめしますっていうような書き方がされています。匂いはほぼほぼないです。かなりとろーっと、お多分伝わったと思うんですけど、ゆるゆるとしたテクスチャーをしていて、ミルクの中でも結構ゆるめです。でミルクタイプ、まあパラドゥとかカバーマークとかがあったと思うんですけど、それと同じように結構ですね落とす力はあるかなと思っていて、メイクも結構ね落ちます。でパラドゥもカバーマークも、あとコスメデコルテ続いてきますけど、全部香りがあるので、この香りないタイプミルクだとカウブランドが良さそうですね。はい、洗い終わりました。塗りつきが気になる方はクレンジングをしてもみたいな感じだったんですけど、結構ですね液体もお見せした通りゆるっとしていて、ちゃんと流れ落ちてくれる感じはあるし、むしろ洗い上がりはやや乾燥するっていう思うことがあるくらいで、ダブル洗顔しなきゃみたいな感覚にはあんまりならないです。でまあミルクタイプっていうこともあって、そもそも油分っぽさが少ないので、まあ、皮膜感だったりとかもあんまり気になりません。メイク落ち具合をちょっとチェックしていきます。はい、こんな感じでやっぱりメイクちゃんと落ちますね。イメージパラドゥとカバーマークと似てるんだけど、よりこちらの方が個人的には落とす力が高いかなっていう風に思います。でなんかデパコスみたいになっちゃらエキスとかそういったものがほとんど入っていないんですけど、だからこそシンプルに癖なく使えるようなクレンジングに思いました。ミルクタイプの中でも割とさっぱりさせたい方はこれがいいと思います。はい、それではこちらコスメデコルテイドラクラリティマイクロエッセンスクレンジングエマルジョン使
っていきます。スペック的にはダブル洗顔は不要、まあ、気になるなら使っても良いという感じで、濡れた手マツエクは情報公式じゃないんですけど、おそらくダメかなと思います。香りは結構しっかりめにフローラル系のものがついていて、まあ、ミルクタイプなので程よいとろみはあるんですけど、1個前のカウブランドとかと比べるとトロトロはしすぎていないですね。ここまで出てきたミルク系のアイテムと比べると全然ちょっと違うものになっているんですよ。っていうのも洗い上がりがですね、めちゃくちゃしっとりしています。なのにダブル洗顔がいらないのが、まあ、特徴で、ややぬるつきだったりとか被膜感を感じる方がいそうではあるんですけれども、まあ、おかげでかなり乾燥しにくいなっていうクレンジングになっています。それこそコスメデコルテのクリームのクレンジングとちょっとだけ洗い上がりの感じとして似てるところがあります。はい、洗い終わりました。そう、コスメデコルテのクリームと落としすぎてない感じは似てるんだけど、クリームみたいに肌がふわっとなる感じはないですね。ちょっと落とし具合チェックしていきます。はい、こんな感じでやや残っているのが伝わるかなと思うんですけど、実際に日々使っていく中でも結構ね、メイク落ちはファンデが若干残るなとか、アイメイク落ちにくいなって思うことが結構ありました。で、乾燥しにくいってことを思うと、洗浄力自体が他と比べてかなりマイルドなのかなっていう印象です。なので濃いメイクをしている時にはまあ向かないんですけど、日頃からメイクが比較的ナチュラルだったりとか、あととにかく乾燥が気になるっていう方は相性がねいいんじゃないかなと思います。他のミルクタイプに比べても結構ね圧倒的に乾燥しにくいと思いました。はい、それではここからはクレンジングジェルの部門に行きたいと思います。クレンジングジェルといっても大きく分けて2つのタイプに分類されるようです。1つは油分が多く、その油分の力でメイクを落とすタイプ、イメージで言うとオイルクレンジングとかと少し近くなってくるような感じです。2つ目、オイルが入っていなくてウォーターベースでできているもので、実際にはこの間のようなものも存在しているようです。油分が多いタイプだと落とす力が強いので、やっぱりメイク落ちがいいっていう特徴があって、ウォーターベースの方に関しては水だとメイクが落ちないように、その代わりに界面活性剤というものでメイクを落とすという風になってるようです。ただやっぱりメイク落ちに関してはそこまで高いものはないみたいですね。それを踏まえてなんですけれども、今日はこの3のバランシングクレンジングオイルジェルを使っていきます。オイルジェルって名前に書いてある通り、これは油分が多くてその力でメイクを落とすタイプのクレンジングです。ダブル洗顔は必要で、濡れた手では使えずにマツエクにも向いてないものになっています。やっぱりこれはですね、結構落とす力が強いなっていうのが特徴で、もう一つ他には全くない仕様なんですけれども、見えますかね、実は粒々が入っていてスクラブ入りなんですね。なのでこう肌をクレンジングしている時も少しザラッとするような感覚があります。やはりね、油分が多く含まれているからか、洗い流す時にちょっとオイルっぽくサラッと流れてくれるので、残ってる感じがしにくいというか、使用感はとってもいいです。メイクもスッと落ちる感じです。で、スクラブ感は結構しっかりとわかるので、あんまり強くこすらないように優しくクレンジングするのがポイントになっています。で、香りがですね、柑橘アロマみたいな香りがついております。はい、洗い上がりました。やっぱりね、落とす力が強いからか、結構乾燥するときはするので、冬場とか乾燥肌さんはちょっと注意した方がいいかもしれません。ただやっぱりですね、こんな感じでメイクはしっかりと落としてくれて、しかも落ちるまでも早いし流れていくのも早いので、本当ちょっとオイルクレンジングっぽく使えるアイテムかなと思います。で、スクラブが入ってることによって肌が結構滑らかでつるふわって感じになるんですよ。結構わかりやすくなってくれるので、そこはすごくいいなと思うけど、洗浄力も高いことを思うと、毎日というよりかはこうお肌のリセットじゃないですけど、週に1回とかっていう頻度で使うのが私的にはいいかなと思いました。
はい、それでは今日はこれです。クレージュのクリアクレンジング使っていきます。これはジェルの中でも3とは違ってウォーターベースのクレンジングジェルです。ダブル洗顔不要で濡れたてでも使える、松江くんもいけるようです。控えめなんですけど石鹸のような香りがついてます。こんな感じでちゃんとジェルっぽい緩めのテクスチャーをしているんですけど、色がね黒っぽいのも特徴です。ではでは使っていきます。でウォーターベースなのでそんなに落とす力は強くないかと思いきや、結構ですねメイク落ちは良くて、逆にちょっとね乾燥するかなっていうような使用感でしたね。はい、洗い上がりました。やっぱりねちょっと乾燥するんですよね。であとこれはね結構ね厳しいところなんですけど、めちゃくちゃ目に染みるんですよ。うーってなるぐらい染みるのでそこは要注意です。ちょっとメイク落ちをチェックしていきます。はい、こんな感じで大体は落ちるんですけど、少しマスカラが残ったりっていうのはありますね。あとベースが水なのでさらっと流れてくれて使用感としてはとってもいいです。ただやっぱちょっとね乾燥するので冬向きではないのかなっていうような感じでした。はい、それでは今日はこちらカルテ HD とモイスチャークレンジングオイルジェルを使っていきます。こちらはですねダブル洗顔は推奨されていて、濡れたてでは使えないけど松江区 OK のものになっています。でジェルクレンジングの中でいうとウォーターベースでありながらも油分も配合されているちょっとハイブリッドタイプのようなものになってます。で使用感としてもこんな感じで比較的しっかりと弾力厚みのあるジェルになっていて、クレージュみたいにサラサラしすぎてないです。香りはないですね。でこんなにもしっかりと厚みがあって肌に摩擦かかりにくいんですけど、洗い流す時は水とねすごくちゃんと乳化してくれてさらっと流れてくれてすごく使い勝手がいいのが特徴です。あとは今回紹介した中で唯一の医薬部外品になっていて菌になっている成分がグリチルリチン酸ジカリウム、炎症を抑える成分ですね。まあ洗い流してしまうのでどこまでその効果があるのかっていうところにはなるんですけれども、クレンジングから少しでもケアをしたいという方には魅力なアイテムになっています。はい、洗い上がりました。メイク落ちをチェックしていきます。はい、こんな感じでちょっとマスカラがあるようにも、まあ、見えるけれども大体は落ちていますね。で潤ってるって感じではないんですけど、今回使ったジェルクレンジングの中では一番乾燥しにくいと思ったし、あとすごくこうさらっと洗い流れてくれる感覚だったりとか使い勝手がとってもいいので個人的には結構好きなクレンジングでした。お値段とメイク落ち具合と仕上がりと使い勝手の良さ全体的に見てバランスがいいなと思います。はい、それではこちら無印のマイルドジェルクレンジングを使っていきます。こちらもですねウォーターベースでありながらも油分も配合されているタイプのジェルクレンジングです。ダブル洗顔推奨されていて濡れたてでは使えるようですが、松江区は NG のようでした。少し柑橘っぽい感じの香りがついていて、結構こんな感じでとろっとしたジェル状になっています。でかなり厚みがあるのでこう肌の上を転がした時に摩擦は気になりにくいです。でカルテ HD とかだと結構流す時に乳化してくれてサラサラっとオイルみたいに落ちていくのがポイントだったんですけど、これはですね流れがそんなに良くなくて、結構このとろみ弾力感が流す時もそのままなので若干それは気になるんですけど、結局ダブル洗顔をするので最後はまあ問題なくさっぱりするっていう感じです。はい、洗い上がりました。無印もですね結
構目にしみるんですよね。それが私はちょっと気になりました。で、あとマイルドっていう風に名称にはついているんですけど、結構ねメイク落とす力は強くて、あんまりこう残るなっていう感じもなかったんですけれども、こう今チェックしてみた感じは、はい、やはり落ちていますね。で、やっぱり落とす分結構ですね、肌は乾燥するっていう風に感じることが多かったので、そうですね、夏とかの方が向いているのかなっていう気はしました。若干この冬に使うと乾燥が気になるかなっていうところです。はい、ということで全て試し終わりました。本当に簡単になんですけれども、ちょっとまとめて終わりたいなと思います。総合的に、まあ、コスパが良くて使い勝手が良くてって思ったのはパラドゥ、カウブランド、カルテ HD、ミノン、このあたりかなと思います。余談ですけど、パラドゥとカバーマークが使っている時は似てると思ったんですけど、メイク落ちチェックをした時にカバーマークの方が結構落ちやすかったので、ワンランク上をって求めるのであれば、お値段を出してカバーマークを使うとかもいいのかなと思います。なんか声がガスガスですね。で、特に乾燥したくないっていう方におすすめしたいのがシルクルールとコスメデコルテです。シルクルールの方がでも安いからシルクルールかな。乾燥したくない方はいいんじゃないかなと思います。で、メイク落ちが良かったもので言うと、結構圧倒的に3かなと今回は思いました。ただまあスクラブが入っていたりとか、ちょっとスペシャルケアっぽい感じもあるので、私だったら週に何回かお手入れで使うのがいいかなっていう感じです。で、全体を通してみて、やっぱりそのクリームとかジェルとかミルクとかジャンルごとでの特性もあるけど、そのものによるっていうのが大きいなと思ったので、ちょっと私の意見がねご参考になればいいなと思ってます。こうメイクがスルッと素早く落ちるっていう点で言うと、オイルとかバームとか、この2つから選ぶのがいいかもしれません。まあでもそれも正直その中のものによります。よかったらあの動画をね見てくだされば嬉しいです。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。